まして新加入選手からご挨拶がございます。選手の皆さんは名前を呼ばれたらその場にてお立ちください。まずこちら側でプロフィールをご紹介いたしますので、その後サポーターの皆様にメッセージの方をお願いいたします。それではまずは1人目ミッドフィールダー森田秀正選手。森田秀正、1995年5月10日生まれ、大阪出身22歳。大阪のクラブで始めたサッカー、高校までは全国的に無名の選手でした。大学ではサッカーの名門流通経済大学に進学するも、周りのレベルの高さに圧倒され、レギュラーには程遠い状態からスタートしました。しかしその後地道にトレーニングに励むと、一歩一歩確実に成長し、気づくと誰もが認めるチームの要に成長。4年間で大学サッカー界では圧倒的な存在になりました。スカウト陣がボールを持ったら取られないし、こぼれ球にはことごとく拾ってマイボールにすると絶賛。的確な判断と予測力から来る寄せの速さ、そして対人の強さを生かした球際の強さ、前への推進力は衝撃のレベルです。強烈な攻撃陣に目を奪われがちですが、縁の下の力持ちはどの世界どの場面でも必要不可欠であり、実は一番の核。献身的に働き、戦う姿勢を見せ続け、相手の攻撃の目をことごとく摘む守備のスペシャリストへの期待は増すばかりです。 J1 クラブとの競合も最後に選んでくれたのは私たちのクラブ川崎フロンターレでした。皆さんこんにちは。流通経済大学から来ました森田 100% です。受けてホッとします、新体制前から少し体を張りすぎてしまった部分があるので、徐々にキャラを取り戻していけたなと思います、自分は華やかなプレーで観客を魅了するようなことはできないですけど、その分泥臭く戦い抜こうと思っているので、よろしくお願いします。今年は、去年以上にタイトルを取って、全タイトルを総なめできるように頑張りましょう。よろしくお願いします